まあ、実際にはこれ両振りって僕らよく言ってるけど、はい、この両振りをしたところを実際には素振りでもこう振りたいわけ。なるべく体の近いところ、ポイントが近いところで振りたいんですよね。前じゃなくて、うんうんうん、こう T の欠点っていうのはこう投げられて ここに投げられるとアウサイドインで打ってしまうんですよ、うん、だからボールがここまあ地面にボールを置いたのを例えると、ね、このボールを打とうとすると外からこう入りやすいでしょ、はいはいはい、でもこれって内側からでしょ、うんうんうん、だから T のこの欠点っていうのはここに投げて打つ人が結構いるんです。もう体のおへその前ぐらい投げてくれてちょうどいいぐらいです、うんうん、おへその前みんなここに投げちゃうんですよ、危ないから。でもそれができない人はここに投げちゃうとこうやってカーンってたらこっち行っちゃうんです。普通にこうやったらこうやって打つんですよ、うん、でここの位置になっちゃうともう外からこう打っちゃう、うん、外からこう打ってしまうんで、うん、あんまり良くないでしょ、変な癖がついちゃうんです、うん、できるだけこうここに戻ってくる、うん、